また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。Xiaomi のレドミノート10ですこちらのスマートフォンはですね、まあ、シャオミ i のまあ格安ブランド、レドミノート10シリーズの 5G 版というものになりますので 5G に対応しているから、まあ、結構その中でも上のモデルかなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこの端末はですね、まあ、逆に言うと一番下の、ね、価格帯の端末になります。 私はプレセールですけれども、約1万9000ですね、日本円で1万9000円で購入しました、おそらく179ドルとかね、そういった価格で販売をしてたんじゃないかなと思います、まあ、ですので200ドルを完全に切った価格で販売している、まあ、格安の 5G 端末ということになります。 でちょうどですねこれ今、5月の19日のね、まあ、夜に撮っているんですけれども、ちょうど今、ですねおそらくポコの発表会があって、まあ、その発表会でポコ m 3 p r o 5 g ていう端末が、まあ、発表されていると思うんですけれども、 まあ、それがね、この端末と同じ端末だと言われています。まあ、だから、ポコ版がそのポコ M3 Pro 5G で、まあ、レドミ版と言いますかね、レドミ版の方が、ノート10 5G という端末になっています。まあ、写真がなんかね、事前にこう、まあ、リークされてましたけれども、まあ、見た感じもね、同じでしたね。その、見た目は違うんですけど、カメラのイニットの形とかが一緒だったし、まあ、あと SOC とかね、重量なんかも一緒だったんで、まあ、おそらく、まあ、ちょうど今発表してるんです、その発表会見ればいいんですけど、まあ、おそらく同じ端末じゃないかなと思います。 まあということで、まあ要はね、1万円台のスマートフォンということなので、その 5G にね、対応している。まあ安い価格で 5G にね、対応しているっていうところが一番の売りで、 まあ逆に言うとね、他の部分は結構削られています。まあ、例えばね、カメラ、これトリプルカメラなんですけど、3つカメラあるんですけども、まあ、メインカメラが4800万画素なんですが、まあ、あとはですね、マクロカメラですね、200万画素のマクロカメラに200万画素の振動センサーなんですね。まあ、要はですね、広角カメラがないトリプルカメラ構成なんですね。でこういった構成ってのは、まあ、日本でも売ってますけれども、Redmi Note 19ですかね、えーまあ、ありますけれども、あれも格安の 5G 端末なんですが、 まあ、なので、あの辺のね、感じ、あのクラスの、まあ、後継機種になってきてるんじゃないかなと思います。まあ、要は、本当にね、5G をとにかく安い価格で使えるようにということで出してきた端末だと思います。ということなので、こちらの端末はですね、どちらかというと、まあ、日本のユーザー向けではあまりないかなと思います。 やっぱりね、もっと 5G が、あの、普及しているところであればですね、やはりその、ね、低価格で、とにかくその高速通信を使いたいと、5G を使いたいという方にはいいと思いますけれども、まあ、日本だとね、まだ 5G のエリアが非常に狭いので、あんまり正直ね、そういった、格安の 5G 端末っていうメリットがまだまだちょっと少ないかなと思います。まあ、それでもですね、この端末は以上 SOC がね、ま、ディメンシティの7 0というものを搭載しています。 まあおそらく、ーアンツツベンチマークのバージョン9だったら30万点近いね、スコアが出るんじゃないかなと思いますんで、まあ1万円台で、えー、アンツツベンチマーク30万点だったらまあまあいいかなというところもありますけど、ちょっとね、本当に数千出すはもうちょっといいね、端末が変えたりね、カメラ性能がもっといいね、シャオミの端末なんかもありますんで、まあちょっとそういう部分ではまあ微妙かなと思います。 で私が購入したモデルは、4ギガの、ラムが 4GB ね、ストレージが 64GB のモデルになります。まあ、この辺のですね、RAM とストレージの構成を見ても、やっぱりね、まあ、エントリークラスのスマートフォンというのは分かると思います。開けていきます。それでは、同梱品を確認していきましょうか。同梱品はですね、充電用の Type-C のケーブルですね。それと、充電器です。 で、こちらの充電器は一応最大 22.5W の出力に対応しています。で、本体の方は 18W の、ね、高速充電に対応しています。それではこの小さい箱を見ていきましょう。まずはシムピンですね。あとは TPU の、ね、クリアのケースが入っています。あとは説明書類ですね。柔らかいケースですね。 それではですね、まあ、本体を見ていく前に、ペリペリの方にね、え、主なスペックが書かれていますので、一応ここで確認をしていきたいと思います。SOC の方はメディアテックのディメンシティの700ですね。 で、ディスプレイの方は6.5インチの、まあ、ドットディスプレイということなで、まあ、パンチホールカメラになっていると思うんですけども、あと9 0ルツですね。で、これは液晶のディスプレイになります。まあ、この辺を見ても、やっぱりね、えー、格安の、まや安い端末ということですね。で、カメラの方は先ほど言いました、メインカメラ4800万画素ですけれども、トリプルカメラですね。で、そのトリプルカメラの構成も、マクロと、まあ、振動センサーというね、いわゆるその超広角カメラがない構成になっています。 バッテリーの方は 5000mAh ですね、えー。充電の方は先ほど言いました、18W の高速充電に対応しています。まあ、やっぱりね、全体的に見ても、まあ、今風のね、その格安のスマートフォンよりも、やっぱりちょっと下のね、やっぱりローエンドクラスのスマートフォンになってるかなという感じです。それでは、ペリペリ剥がしていきましょう。それでは本体の方を見ていきたいと思います。今回購入したらね、シルバーという色なんですけども、 そうですね。まあ、なんとなくね、リアルミーなんか最近こういうちょっとね、ピカピカした感じだったり派手めのものが多いんですけど、まあ、ちょっとね、リアルミー 75G とかのあのピカピカ感に若干似てるけど、あそこまで綺麗じゃないですね。で、質感もね、そこまで良くないです。正直言うと。だからこういうピカピカを作らせると、やっぱりなんでしょうね、リアルミーの方がいい感じで派手めに作ってくるかなという感じです。まあ、逆に言うと落ち着いた感じにはなってますけど、 なんかちょっとね、面白くないかなっていうところありますね。で、やっぱりそんなにこう高級感はないですね。すごくプラスチック感があって、まあちょっとサラサラしたね、肌触りになってるんで、まあ指紋とか、こう変なね、安っぽい光沢がね、やたらピカピカ出たりする感じではないものの、まあかといって高級感はやっぱり触った感じもないですね。 まあ価格が価格なのでしょうがないと思いますけれども価格なりの外装といった感じですねそれでは一応ねぐるっと見ていきましょうか、えー、音量ボタンに、えー、電源ボタンですねでこれはレドミートテンシリーズ最近ずっと多いですけども、まあ、サイド指紋認証センサーですね、まあ、電源ボタン兼サイド指紋認証センサーになっていますで逆サイドはここにシムスロットがありますねでこれも全部プラスチックなんでやっぱり全体的にはね、えー、あまり高級感はありません えっと上の方に、ここに3号のイヤホンジャックがありまして、ね、ここはなんでしょうね、マイク穴とか、おそらくその赤外線のそのリモコンに使えると思うんですけれども、まあ、よくシャワーミンの、ねえー、端末でありますけれども、まあ、その穴だと思います、下の方はあタイプ C の充電ポートに、まあこれはスピーカーの穴でしょうね。 で、正面見ていきましょう。先ほど言いましたように6.5インチということなんで、まあ、やっぱり最近の端末にしてはいくらかちょっと小ぶりという感じです。で、真ん中ですね。パンチホールカメラがありますけれども、真ん中についているタイプです。で一応、ディスプレイの方護フィルムは最初から貼ってあります。それでは重量を見ていきましょう。193g です。付属のケースをつけると 214g です。で、カメラので、 パリはまあね一応もちろんありますねちょっと出てますねそんなにこうがっつりは出てないですけども一応出ていますはい付属のケースをつけてみましたあ透明のね tpu ケースなんでやっぱりちょっとピカピカした感じにはなりますねえー、っとカメラの出っ張りはまあ、ほぼ面になりますねそれでは電源入れてみましょう電源を 端末の方はね、一応無事に立ち上がりました。まあ、いつもね、よく見るシャ o ミ m の端末という感じです。で、ゲームがね、やっぱちょこちょこ入ってますね。まあ、シャ o ミ m の端末はどうしてもちょっと大人の事情でゲームが少々入っております。大体同じゲームが入ってますね。それではデバイス情報を確認していきましょう。m i UI バージョンは12.0.2ですね。で、ストレージの方は 64GB なんですけれども、初期の状態で 16.3GB 使っています。 で、こちらの端末はね、先ほど言いました通り、今、まあ、液晶のディスプレイになりますけれども、一応 90Hz のまあ高リフレッシュレートって言いますかね、今120がもう当たり前なので、 ま、90だとちょっとね、物足りなさを感じますけれども、一応 90Hz に対応しています。で、これは他のシャオミの端末もそうなんですけれども、まあ、90Hz に設定しても、そのね、実際使っている状況に応じて、まあ、切り替えて使っているということになりますので、まあ、ずっと 90Hz で動いているわけではなくて、一応こう最適化していると言いますかね、えー、その、まあ、実際表示しているものに合わせて、まあ、リフレッシュレートをね、落としたり上げたりするというものになっていますので、まあ、バッテリーのね、消耗が気になる方は 60Hz、まあ ヘルスにしていてもそれほどもしかしたら変わりはないかもしれないですねそれではね SIM カード一応入れてみましょうかまあ、ボルテ周りがねどうなってるかというところの確認も含めて一応ね楽天の SIM カード入れてみたいと思いますちなみにこの端末はその対応バンドの方はですねまあ、残念ながら日本のプラチナバンドには対応していませんまあよくある xiaomi のねグローバル版の端末ということになりますだからバンド18バンド19バンド26等には対応していないですね で、バンド8とかバンド3バンド1ですねこの辺は対応してますんで、まあ、ソフトバンク系か、まあ、バンド3だけにはなってしまいますけれども、まあ、楽天モバイルあたりがまあ使えるのかなという感じですで SIM スロットはですね残念ながらハイタスロットですねこう結構安い端末ほどトリプルスロットにね対応してたりするんですけどもこの端末は残念ながらハイタスロットですね 楽天モバイルの SIM カードを入れて、ちょっとね、テストしてみましたけれども、まあ、やっぱりね、シャオメの端末なんで最初の状態ではボルテがオンになっていないので、まあ、よくね、通話アプリからやる設定で、まあ、ボルテをオンにすれば、まあ、一応利用することができますね。今、ボルテのマークも出ていますし、4G のアンテナも立っているんで、まあ、データ通信もできますし、まあ、通話もできますで。もちろんこれね、バンドさんのエリアでしか使えないんですけれども、 まあ普通の、ね、え通話のアプリを使った電話もできますし当然楽天リンクも認証すれば楽天リンクを使った通話も可能です、まあ、ですので一応バンドさんのエリアないということにはなりますけれども楽天モバイルも普通に利用することができますでボルテカも簡単ですねそれではですね一応 Google マップの、ねえー、使い勝手を見てみましょうかやっぱり1万円台という、ね、スマートフォンなので まあ通常ね、やっぱり1万円台のスマートフォンってローエンドのスマートフォンが多いんで、結構ね、Google マップとか、そういった基本的なライトの扱い方でも若干ね、あの苦戦することはあるんですけれども、やっぱりこの端末はね、シャオミ i の格安スマホということなんで、まあ、1万円台の後半なんですけど、5G にも対応しているし、アンツスベンチバーグもおそらく30万台近く出る SOC なので、まあ全く問題ないと思いますけども、一応やってみましょう。えー、Google マップで東京駅を検索します。せーのどん、ド はい。こんな感じですね。まあ結構サクッと表示されてるかなと思います。まああとね、データ通信のスピードもありますけど、あ、全然問題ないですね。やっぱりこうガクガクするようなところは、あ、全然ないですね。やっぱり安いスマートフォンでね、性能が低いものだと結構これがカクつくって言いますか、カクカクしちゃうんですけども、非常にスムーズですね。全く問題ない感じですね。 ああこの辺はさすがだと思います。ということなんで安い端末で 5G に対応してるとてとこが売りで、まあ、5G に対応してない、ね、日本のユーザーはあんまり意味がないですよっていうこともありますけど、まあ、安い端末で単純に、ね、そこそこ性能が良くて、まあ、一応、シャオミーの端末が欲しいというね、えー、そういう大手の安心感が欲しいという方には、まあ、選択肢としてはまあ1つあってもいいかなという感じにも思いますね。 それでは安い端末なので結構カメラ機能は削られてると思いますけどどんな感じで逆に言うと削られてるか見ていきたいと思います。えっと今写真モードですね。一応 AI とか HDR とかはありますね。設定メニューの方を見ていきましょう。まあ、一応一通りありますね。で、この中にやっぱりマクロ撮影ですね。マクロカメラを使った撮影があります。あとムービーフレームを一応選択できますね。一応マクロカメラ選択してみましょう。これがオートフォーカスっていうかあるのかな まあ一応、まあ、オートフォーカスっていうか露出だけですかね。まあ、一応タップするとね、こんな感じになってますけど、なんか特にこう、フォーカスが調整されてる感じもあんまりないような気がします。で、もともと200万画素なんで、あんまりね、この写りとか、性能が良くないカメラだと思います。それでは、動画撮影モード一応行ってみましょうか。動画撮影はすごくシンプルですね。 えっと、フレーチリの30フレームと 720p の30フレームしか選べないみたいですね。ただ一応、ムービーフレームは選べます。で、あと動画撮影時のマクロ撮影もできるようですね。ただやっぱりね、えー、全然60フレームで撮影したりとか、まあ当然 4K も撮影できないし、まあそもそもね、広角レンズがないんで、広角レンズを使った撮影もできません。この辺はやっぱりね、かなりシンプルな感じになっています。えー、それでもですね、一応手ブレ補正のオンオフがあるんで、まあ安い端末なんですけど、 一応手ブレ補正は効くみたいですね。まあ、フル HD であれば手ブレ補正が効くという状況です。それではね、動画と写真以外の撮影モードですけど、一応ポートレート撮影できますね。一応振動センサーを搭載しています。あとはあ、もっと見るですね。かなりやっぱ少ないですね。一応夜景の撮影モードありますね。4800万画素で撮影するモードもあるし、一応ショートビデオとスローモーション撮影一応できますね。スローモーション撮影が一応できるようです。 特にフレームレートとかの設定はでもないですね。あとは、えー、っと、これだけですね。タイムラプスだけですね。だからスローモーションとタイムラプスは一応ありますけど、かなりシンプルな構成ですね。まあ、いわゆるそのプロモードですね。えー、プロモードもありませんね。まあ、このあたりはですね、まあ、しっかり削られているね。やっぱり安いスマートフォンだなという感じです。 この動画はですね、Redmi Note 10 5G のアウトカメラで撮影をしています。音声の入り方どうでしょうかで一応安い端末なんですけれどもあの、手ブレ補正があるっていうことなんでちょっと見てもらいたいと思います。まずフォーカスですね。でオートフォーカス。はい、地球儀。んあ、いきましたね。はい、一応当然動画撮影中のオートフォーカスありますね。えー、手前のライトにフォーカスがあっています。 後ろの地球儀あ大丈夫で今ね、今の若い人、地球儀なんて見たことないと思いますけれども、まあ、私がですね、えー、例えば入学祝いかな、入学祝いの時に地球儀をプレゼントするっていうね、昭和の儀式みたいなものがあったんですけども、ということなんで、まあ、最近見ない地球儀はまだうちにありますね。まあ、今、地球儀ってどこで売ってるんだって感じなんですけどね、まあ、Google Earth で見れば十分という感じです。それでは手プレ補正見てみましょうか。 まあこの部屋はですね、私の、ね、上の娘の部屋ですね、まあ、娘がご存知の通りね、私も動画で言ってますけど、大学に行って、1人暮らしを始めて部屋が空いたので、まあ、最近はここでがっつりね、YouTube 活動ができると。 ということで、まあ、今までは寝室で撮ったりね、えー、和室で撮ったり、えー、リビングで撮ったりといろいろ、ねえー、なかなか定まらなかったんですけども、まあ、娘がいなくなったことによって結構いいね YouTube スタジオをゲットできました、まあ、ただねやっぱ女の子の部屋なんでピンクのね椅子だったりピンクの学習机っていうんですかねオレンジのカーテンにピンクのタンス ピンクのベッドっていうことでね。まあなかなか、あなんか女子っぽいところで、えー、毎日おっさんが撮影をしているという状況です。意外とでもカメラ性能、動画性能悪くないくないですかこれ。結構。動画の手ブロスク聞いてません意外と。ほら。まあフル HD の30フレームしか撮れないんですけど、まあ意外とそれなりには効いてるかなという感じです。 ということで、今回は、シャオミのね、レドミノート10 5G を、まあ、開封して紹介をさせていただきましたけれども、まあ価格がまあ2万円を切るね、本当に格安の、まあローエンドのスマートフォンということなんですけれども、まあ一番の魅力はやっぱり 5G に対応しているということなんですが、まあ端末の魅力としてはね、それでいいんですけども、まあただ日本のユーザーが、まあ日本のね、人が買うということになると、まあそこまでやっぱね、5G の恩恵を受けられる人っていうのはやっぱ限られているので、 まあちょっとね、やっぱりあんまり特にこうね、あの、おすすめするっていうものではないかなと思います。やっぱりもうちょっとお金を出して、まあ 4G でもいいから、もうちょっとね、カメラ性能が高い端末だったり、性能がいい端末って持ってありますんで、まあそういったものを買った方がね、どうせあの2万円出すんだったら買った方がいいかなというふうに思います。まあそれでも端末の出来としては、 やっぱりね、えー、なんでしょうね、レドミーノート19とか、やっぱあの辺と同じような感じなんでしょうかね。まあ、あれの、まあ、後継機種みたいな感じになるのかなと思います。まあ、やっぱりね、全体的には安い端末なんですけれども、まあ、シャオミ i クオリティなので、まあ、一応一通りのことはできますよね。で、やっぱりアンツでベンチマーク30万点ぐらい出るんで、決してそのね、ローエンド、安いあの価格帯のスマートフォンなんですけど、性能がむちゃくちゃ悪いっていうわけじゃありませんので、 まあ普段使いの利用方法であれば全く問題ないと思います。でやっぱりローエンドのスマートフォンではちょっと、ね、苦戦する、特に中国の本当に、ね、安いメーカーの結構下の端末だと苦戦する、ねまあ、Google マップを、ね、やってみましたけれども全然問題なかったですね、むしろサクサクでしたので、やっぱり性能はそんなに悪くないかなと思います。ただあの、ラムが、ね、4GB しかありませんし、まあ、ストレージも 64GB ということで、そもそも、ね、安いあの価格帯のスマートフォンなんで、そんなにラムの容量が、ね、大きいものだったり、ストレージが大きいものっていうのがないので、ないし、まあ、必要とされてないってことです。 この価格帯のスマートフォンを買う人は、そういう、ねまあ、大容量のラムとかストレージとか、あんまりまあ要求してないということだと思いますけれども、まあ、そういった部分で、まあ、そうは言っても、やっぱりね、ローエンドクラスのスマートフォンかなという感じです。で、先ほども言いました通り、やっぱり数千円出せばね、やっぱりそのアモレットディスプレイになったりとか、あのステレオになったりとかね、シャオミの端末だったら、でカメラもトリプルカメラになったりとか。 まあやっぱりね、そこの数千の差でだいぶ性能が上がるんで、まあ、なんとなくね、同じ2万円出すにしても、 もうちょっと出していい端末買った方が、まあ、幸せになれるかなという感じありますけれども、どうしてもね、あのお金を出したくないと。もう本当に最低限のスマートフォンでいいんだっていう方であれば、まあいいかなというふうに思います。まあ、あとはね、やっぱり日本でもっと 5G の色が広がってくれば、まあ、こういった、ね、格安の 5G 端末っていうジャンルももう少しこうね、えー、需要がね、出てくるところかなと思います。まだまだちょっと日本ではね、この格安の 5G 端末っていうのは他のね、リアルミなんかも出してますけど、まあ、ちょっと日本ではまだまだちょっと早いかなという 感じですはい今回は以上です